今日もテゲバジャール宮崎のキャリアモードやっていこうと思うんですけど、これちょっと J1 で戦うには厳しいんじゃないかと思って、ちょっと宮崎県出身の選手に帰ってきてもらおうかと思います。帰ってきてくれるかな。とりあえず J リーグに在籍している宮崎人はこの3人です。とりあえずこの3人にオファーを出して獲得したいと思います。ピントにオファーが来た。うろう。おお、これなんだ。どうぞ。さあどうぞこちらへ。ようこそ。よくいらっしゃいました。交渉を始めましょう。これはとてもいい交渉になると思う。ちょっとそれじゃあダメだ。もうちょっと上げてもらえないと困るんだ。そうだな、ここを2にしてみよう。そしてここを0。これでどうだ。俺たちも財政は厳しい。 J リーグでこれからやっていかなきゃいけないんだ。だからそのためにもお金が必要なんだよ。これでどうかな。さあどうだ。そうですね、彼には1、10、100、1000万、10万、100、100、200万だ。払ってくれるってありがとう。助かるよ。これで僕たちも強くなれるってわけだ。いいよいいよ、これ打った。大丈夫か、こいつ打って出すって取ろう。この宮崎県人3人を取ります。よし、購入オファー、どうぞ。こちらへどうぞ。いやあ、今日はよろしくお願いします。この場をとても楽しみにしていました。さあ始めましょう。私たちは彼を獲得したいと思っているんです。靴の裏だ。とりあえず38万でどうだろう。僕たちはただ宮崎県人が欲しいだけなんです。38万払うよ。どうだろう、低すぎる。ちょっと待ってくれよ、かなり値上げしてきたな。ちょっとおかしいでしょあなたたち。40万だ。これ以外は無理なんだ。これ以上は用意できない。頼むよ、宮崎県人が欲しいだけなんだ。41万。あ、仕方ない、支払うよ。18歳。今後の彼に期待したいね。これは私たちにとってとてもいい遺跡になってると思う。よし、次コオロキ。あ、さあどうぞ入ってくれ。また君か、手強いな。さあどうぞ、お手柔らかにお願いしますよ。彼の市場価値は70万といったところか。それでは、彼も年齢が年齢だから、そうだな、これぐらいでどうだろう。私たちも誠意を見せたつもりですよ。さあお願いします。75万だ。コオロキの価値はそのぐらいだと私たちは思っている。おお、そうか、やっぱりそうか。ありがとう、とても嬉しいよ。さあ次、清水エスパルスの鈴木だ。彼も宮崎県人らしいね。購入ファーを出したいと思う。今自分たちの財政がどのぐらいの出費でどのぐらいの支出か全くわからないんだ。でもとりあえず宮崎県人を獲得したい。おお、はじめまして。手強そうだな、よろしく。とても楽しみにしている。さあ始めましょう。どうだな、市場価値そんなに高い。140万。140万だって、そんなはずあるかな。仕方ない、とりあえず色をつけるよ。なぜ彼が140万なのか分かんないね。なんで彼はこんなに高いんだ。とりあえず100万で出してみよう。頼むよ、100万だ。彼は宮崎県人だからね。私たちは宮崎県人が欲しいんだ。あ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。いや、そういうつもりじゃないんだよ。これ以上、お、ちょっと待ってくれ。おい、あ、おい、そんなつもりじゃなかったんだ。おい、どういうことだ、取れなかったぞ。彼はとてもいい選手のようだ。とても悔しいよ。残り10時間だ。コオロキと契約します。いやー、こんにちはコオロキくん。ありがとう、とても嬉しいよ。なんたって君は宮崎に多大なる貢献してるからね。チームの役割は、そうだな、チームの要だよ。頼むよ、契約期間は2年でどうだろう。ありがとうコオロキくん。もちろんだ、ゴールさえ決めてくれば何の問題もないや。さあよろしく頼むよ。さあ楽しみだ、宮崎県のために頑張ってくれよ。どうもありがとう、どうもありがとう。いやー、鈴木くん、こんにちは。どうぞお座りください。なるほどなるほど、もちろん主力選手。5年契約、そうだな、彼は若いから5年契約でも問題ないと思うよ。彼の給与について、彼はまだ若いからね。そうだな、いくらかわかんないんだよ。今君は650もらってるのか。そうだな、800でどうだろう。800だ。600もらってるんだろう。じゃあ800だ、妥当なオファー。そうだろう、頼むよ。いやー、これで決まりだ、とても嬉しいよ。さあよろしく。ああ、あー、嬉しいね。誰か来てくれ、頼むよ、困ってるんだ僕たちは。パニックバイ、とりあえず行ってみっか。
止まった。そう、止まったぞ。え、嘘だろ。おじさんやだよ、おじさん。おじさんそんな暇ないよ、いろいろやってたのに。ゲームが止まったよ。ダメだ、